スピロセオドアグニューとはアメリカ合衆国の政治家。三代目ボルチモア軍長、五十五代目メリーランド州、知事、リチャード・ニクソン政権で三十九代目副大統領を歴任した。1918年11月9日にメリーランド州ボルチモアで誕生する。父親のセオドアスピロス・アグニューはギリシャ移民で、母親のマーガレット・エカーズはバージニア州出身であった。 母親のエカーズは未亡人であり、二人の連れ子を伴ってセオドアと再婚した。アグニューはボルチモアのフォレストパークシニア高校に通い、1937年にジョンズ・ホプキンズ大学に入学した。大学では科学を3年間学び、その後アメリカ陸軍に入隊、第二次世界大戦ではヨーロッパ戦線に従軍した。彼はフランス及びドイツでの功績で、 ブロンズスターメダルを受賞している。ヨーロッパに向けて出発する前に、アグニューは保険会社に勤務していたエリノアジュドファインドと1942年5月27日に結婚した。二人はパメラ、ジェームズ・ランド、スーザン、キンバリーの四人の子供を設けた。復員したアグニューはボルチモア大学ロースクールで法律を学んだ。夜間に勉学にいしみ、昼は 食料品店の店員や保健管有員として働いた。1947年に学位を受け、弁護士を開業するため郊外に移り住む。1949年6月、メリーランド州司法試験に合格、法廷弁護士の資格を得る。その後ボルチモア軍軍長を経て、1967年からメリーランド州知事を一揆務めた。 1969年よりリチャード・ニクソン政権下で副大統領を務めた。ニクソンがアイゼンハワー政権のホワイトハウスで果たした役割と同様であり、アグニューはニクソンのニクソンと呼ばれた。アグニューはニクソン政権の中で大統領が望んだ役割を果たした。ニクソンはアグニューに政治的な反対者を攻撃する一連の演説を送った。ニューオーリンズでは アグニューはデモ参加者による暴力を容認するリベラルなエリートを非難した。ニクソンから評価されニ期目も副大統領を務めたが、再選直後からのウォーターゲート事件の捜査と並んで、州知時時代の収賄容疑でジョージ・ビール連邦地方検事から立件されてしまう。最初のうちは、私に対してあれこれ非難があるが、事実無根だ。仮に起訴されたとしても、私はやめない。 と強気に出ていたが、ウォーターゲート事件の捜査をめぐって、土曜日の夜の虐殺が起きるなどお食用芸への風当たりが強まるのに逆らいようがなく、1973年10月10日に副大統領職を辞任。その後放送資格を失った。なお、公認の副大統領はニクソンによって共和党会議院内総務だったジェラルド・アル・フォードが指名され、11月27日に、 上院で、承認12月6日に、下院で承認されて、正式に就任した。1996年に77歳で死亡した。セネイトアートヒストリースピロ、T. アグニュー、サンラインスバイスプレジデント、ハットスピロ、T. アグニュー、エンサイクロペディアブリタニカ、アグニュー、スピロニューワールドエンサイクロペディアオーガスト、22、2007。ありがとうございます。